今日からグリーーンンコミュニケーションご案内役松岡しずるですこの番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社伝統の日本料理でおもてなしやげんぼりグループ人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお届けします。 からグリーーンン、コミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあ今回のコメンテーターはこういう方です。今月初めに、あれ、出ていいいたただという、えー 今注目のアメリカ大統領選挙についてお話しいただいた国際メディアアナリストスミイタカさんですはいスミイですどうもはいいつもお世話になっておりますさあ今回はスミイさんがこう久々に出されたんじゃないかなと思うんですが昨年末リベルタ出版から出版されたスミイタカのメディアウォッチの中から主にはメディアの姿勢公平性公正性中立性について お話を伺いたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。はい。えー、前回まああの三週間前ですけれども、うん、あの共和党候補のトランプさんのお話も出ましたが。 なかなか想定以上の頑張りっていうそ,、ね、そうですねびっくりですねいずれ勢いが止まるだろうというふうに見られていたけれどもななかなか止まりまりせんね,そうですね支持層はねやっぱり白人、はあ、白人だけども割と白人の低所属者層、えー、今の政治に不満を抱いてフ,フラストレーションがある。 え、そういう人たちを引きつけているっていうことですけどね。あのー、意外に黒人とかヒスパニックとかそういうあの多、ー、民族にも支持が広がっているというふうに言われてますね。そうですね。ちょっとどうしてかっていうのを私も。 まあ分かりにくいというか分からないというか今のアメリカのその状況というのがやはりそういう、うん、あの。 誰かには、えー、け口を求めたい何かにそういう、えー、代弁してもらいたいことがそれぞれ共和党にしても民主党にしてもいっぱいあるっていうことですね。すねえーえー、政治では言えないようなことをあのずばずば言うというところが受けてるんですけどねだけどちょっと危険な感じもしなくはないんでね本当にそれでいいのかって。はい 僕は思うんですけどね。そうですね。うん、いざその方々がもし大統領になったとしたら。ちゃんとね。どうですか。という、ね。<laughs> 品性がないといな。い、そういう問題が、ね、<な>起きると思うんです、ね。内政干渉になりますから。あの。で、あの。やっぱりそういうこう想像力を最後にはやっぱり、皆さん働かせるのかなとも思いますが。うんはい、さ、えー、今回は。 澄さんが昨年末に出版された著書なんですが「たか、はいあのー、のメディアウォッチ」はいはい、これはどういうご著書なんでしょうか、あのー い長年というかあのいつも何か、ね、書いてるあの雑誌とか新聞の連載ものもあるんですけども、はい、いろいろ頼まれて書きますよね、ええ、それからラジオでも頼まれてお話をするとそのためにメモとか原稿がありますねだから書いたもんが、ね、いっぱい溜まってるんですでそれを私はあの散逸しないように あのインターネットのブログにね住の,、ね、のメディアまさにその,そ,のそのままですよね、うん、その中からまあメディアに関することが多いんだけどこの番組と同じようにやっぱり平和とか環境とか芸術とか文化とか、はいえー、いうのとメディアとの関係をあ<ー>あの考えてますからそういうものがた,たまってきたのでその中から選んで。 えー、本にしたんですそうですか、はい、あの今一言でご説明いただきましたが皆様この本を開いて本当に私はえー、スミ住先生住井さんってこういう方だったんだなっていうことを <laughs> 改,め<て>改めて思い知ると、はい、もうこの、あのー、ぜひユ、えーストリームをご覧の方はこの付箋だらけのこの本 <laughs> あの気にかかるところをあここはって思うところを付箋しましたらもう50も60も <laughs> 付せだらけ <laughs> になりました、はい、それであのー、特徴としましては、うん、これは、えー、とその記事の内容って言いますか2011年のね震災っていう一つのこう,う日本の う歴史の中ではちょうど区切りとも言えるとそこから始まってで去年ですけどね2015年、はいえー、9月に、えー、な安保法制というのが反対を押し切って議決されて、えー、日本がな,なんていうのかな自衛隊が海外にも出ていけるこれも歴史の大きな大きな節目で ある意味ではね不知ですね。はい、その谷間でいろんな動きがあったことが、うん、まあ結局はまとめられているというふうに思っていただいたらどうですかね。はい、そうですか。はい、あのいろんないろんなものに投稿されたもの、ラジオでお話しされたこと以外に、うんはい、その年々で実際に起こったこれは、えー、まあメディアに関わ主にはメディアに関わることがあのこう時系列順に、はい。 書かれていることを読むだけでもすごくあこんなことがこんな時期にあったんだっていうそうに、ね、<の>れっ,ぽくなってます。から僕も <laughs> あの過去の出来事をもう一度、まあ、思い返しながらね、はい、日本の歩みに、まあ、深く思いをいたしているわけですけどね、はい、あの今非常に大きな歴史の節目に来ていて本当にこれでいいのか、はい、そのじゃあそれを進路を日本の進路をもう一度あの平和主義のおレールに 戻すためにはどうしたらいいのかっていうのを真剣に考えないといけない時に来てる、まあそういう時に本を出すことができてタイミングとしては非常に良かったなと思います。まあ多くの方に読んでいただければね。あ、そうですか。うん、あのやはりそういうこう時を経っていろんなことが起こっているんだなということが、えー、あのよくこう。 本を読み直すとよくわかるというところなんですがさあちょっと具体的な内容に基づいてお話を進めたいんですがあのすごくこう参考になったというかあこれはやはりこう私私もこのラジオカフェでお仕事させていただいてるんですけれどもそういう一員として非常に参考になったことがありますが。 えー、それはこう震災後もう本当に間もなくの、うん、この「石巻日々新聞」とう部分ですねはい、はい、そのことについて書かれてましたが、はい、ちょっとお話をあ日々新聞はですからあの注目されてね手書きで震災でも何もかも流れてしまって仕方ない手書きで書いて貼り出したっていう新聞ですけどねそれが。 アメリカで展示されて大きな世界的な反響を呼んだんですけどね実際によく調べてみると「日々新聞」の歴史の中で,、はい、でもうやむを得ず手書きで新聞を出したっていうのは過去の歴史にあるんですね。<ー>で,そ,でそれを踏まえて震災の時にもう一度同じことを繰り返しながら人々に伝えていくという。はい まあ、ジャーナリズムの基本になると思うんですけれどもどんなに伝えることが大切かということを過去の、まあ、戦争中の歴史ですけどね、はい、あのシンビエジャーナリズムがうまく機能しない弾圧されるみたいな時に手書きで出したことがあるというそういう歴史を踏まえるっていうことが大変必要ですね,ねと僕は思うんですね。はい 行動っていうのはいつもなんか、あのー、やっぱり平行体操でいうと平行棒の上をね歩いてるようなところが <laughs> あるんですけどね、はい、バランスを取りながらま、えー、っすぐ歩かなきゃいけない、はい、観客の目に美しく見えるように<ー>、えー、人々を引きつけるような説得力を持たなきゃいけないというようなことがありますから、はい、まあ,あの私も記事の中で客観性事実歴史 そういうものに裏付けをされたあ記事を書きたいと思いながら、まあ、毎回毎回何か書いてると、うん、あそうですけどね、はいあの。そしてもう一つ、えー、と月刊誌「ギャラック」にずっと、はいあの「ギャラクシー賞」っていう素晴らしい賞があるんですが、うん、その選考委員を長年されててその最後の批評として書かれた記事これは。はい まさに本当にあの心にしみるというかそんな<ー>、えー、お話の内容だったんですが、うん、これは、えー、南相馬かどどこかのお話でしたっけどちらそうですね、震災に関係した、はいはい、あのテレビの番組を見て、はいえー、その批評を書いたんだと思うんですけどね。まあ震災とか原発とか、えー、いうのが。 2011年以降続いてますけどね、はい、やっぱり政治の干渉っていうのとのこう戦いみたいなことが続いてますからえそういうことも私たち考えなきゃいけないえどうしたら自主的な独立したジャーナリズムを守っていくのか考えなきゃいけないということをまあその番組で間接的にですけどね、はい、教えられるところがたくさんあったで のでで書いたんだと思うんですああそうですそか 1>,、はい、こう1年間その、えー、南相馬でこう取材された、うんえー、そういう、はい、あのやっぱりそういう取材姿勢というのが、うん、あのやはりこうあの某放送局とかいろんなところでもちゃんと、うん、<laughs> あのそういうふうに、えー、素晴らしい番組を作っておられる方がたく,、ね、たくさんおられるっていうところに。はいはいはい あのすごくこうなんか胸を打たれるっていうかまん、うん、まだだジャーナリストの中で働いてる新聞記者とかね、はい、報道記者とか番組作ってる人たちいうのはやっぱり志を持ってその仕事についてるわけですからそういう人たちが安心して働けるような、えー、場所を作るのは私たちのわ私の仕事のうちの一つでもあるなと思いますね。ああそうですかさあ え今回のこの番組のテーマは放送報道における公平性公正性中立性についてまあ特にお話を伺おうかなと思うんですけどもこの「住みたかのメディアウォッチ」という本の中でもあのまあ選挙報道とかそれから NHK の国際放送でまあこういうえ問題についてお話しされていたかなと思うんですがちょっと。 えどういういいことなのかお話しいただけますでしょうか選挙報道はね選挙報道で一つ問題になるのはあの世論調査をマスコミとかテレビがして最近マメですすよね発表するそれが結果的にはやっぱり世論誘導になってはいないかで世論調査の結果で大体その投票の結果が分かりますから。 だから投票箱が開かないのに、えー、そういう調査の結果をもとにしてあるいは出口調査の結果をもとにして当選とかあ落選とかを放送局が決めてしまうっていうね、えー、まあコンピューターだから正確だって言えば正確なんですけども、えー、国民の投票行動が無視されているというような問題が ああ報道特に速報を胸とするテレビではあるんですね。もう八時になった途端に、にね、もうまだ空いてないんです。ですね、箱は空いてないんです。当、え、確、ー、が決まる。 当格を NHK がね、当確をすると、もう当選って確実、はあ、本当に確実になるんですけれども、それはでもと、投票者の意向は反映してないんですよね、ああコンピューターの意向ですね、ああそういう問題がある。 うまあ NHK はその他まあいろいろ会長の問題がありそれから私たち見てないけど NHK 国際放送がねやっぱり政府の意向に沿って、えー、なんていうの国際的にあの発信し、えー、されている。 そこでは従軍慰安婦という言葉を使うことも許されないみたいなところがありますから NHK の国際放送はい、一度見直さないといけないとは思うんですけどねさまざ、あ、まな問題に。えー をはらんでいるこの国際放送にはその政府による「要請放送」というのがあ,ります、ね、あるっていうのを私は初めて知ったんですけどもお勉強で。はい。はい、府が要請してこれを大事だから放送しなさい、はいでまあ、それに逆らうことはできないんだっていう会長の発言があったっていうことですね。あ まあ、そ,それだけその予算の一部をその日本国政府として NHK の国際放送に対して予算を渡している分の要請放送、うん、ということなんですいかほんのちょっぴりですよ渡してるのはもう10分の1か20分の1ちょほんのちょっぴりしか支出してないんですけどねそれもなんかもう NHK 全体を政府のものだみたいな今の政府は思ってますから。 あのでも実際に主人公はあの視聴率払ってる国民なんですけどね3,000万世帯4,000万世帯近くが払ってるわけですからね相当ななお金が動いいてるんですけど、ねはい、あまあその辺のところはもう一度システム的に考えな考え直さなきゃいけないなと思いながら、はい、あちこちであちこちの記事の中に出てきます。そそうですかして まあこういうことはまさかあの自由の国アメリカではないんじゃないかなと勝手に思っていたんですが、うん、あのこのメディアウッチを拝見すると全然そんんななことないんです、ね、あまあねあの基本的なジャーナリズの原則から言ったらアメリカの方がずっとましですけどねそれでも、まあ、まずは冷戦時代にあのメディアに対する、ね、攻撃っていうか赤狩りのような。 こことが起こったってこそれは映画にも、ね、なりましたよね,ましたねでイラク戦争の時にね報道,関、はい、報道統制を引いたでしょまあメディアの方は反発して、えー、その枠を解除させるためにいろいろ動きましたけどねあの日本のようにおとなしく黙っていうことを聞いてるっていうことはない,ないんですが政府としてはいろいろね あのー、マスコミを黙らせるというか世論操作をするというような動きがあイラク戦争の時に非常に顕著でしたねあそうですかその結構共和党があの、うん、そういう、えー、政府に対して不なことをアメリカにもね公共放送っていって、はい、あの政府の予算で予算を一部使って運営されている。 PBS 公共放送局というのがありましてね、はい、その予算を減らしたいっていう,うそれから PBS の番組っていうのはあのまあ割合素晴らしいドキュメンタリーなんか放送してますからねそれ気に入らないっていうようなことがあって圧力をかけてるということはありますあ。そうですかはい、はいまあ あの中まあ中国もね、うん、あの中国はもうつい最近もうちゃんと、えー、公表するっていうか、うん、そこが違うところだなと思いますが、うん、やっぱりそういう政治のあのまあ、ね、影響干渉というのはどこの国にも大なり小なりあるんだなといま、うん、ただアメリカとかヨーロッパとか、はい、まあそれ以外の普通の自由主義の国っていうのは。 放送は独立していた方がいいというので、政府が直接管理監督している国っていうのはないんですね。そこですね。それはあるのは日本と。中国と。はい。北朝鮮と。ロシアです。わ、お。<laughs> <laughs> ある会議でそれ言ったらね。ロシアや北朝鮮と同じなの。<laughs> なる、避けないとか、なんか。言ってる人がいましたけどね。そ<こ>実際にはそういうことなんですね。 変えなければならないのはそこかもしれませんね、うん、ああそうですね、はい、さあこの後は、えー、今日のテーマ放送の公平性についてお話を伺います <music> 今回は隅高、えー、川さんにメディアの姿勢、公平性、公正性、中立性などについてお話を伺っております。さあ、この2月になって、えー、いろいろそういう放送における話題が国会場で国会の中でありましたが、あの総務大臣の高市早苗さんがあの放送の政治的な 公平じゃない放送をした放送局、うん、まあ番組を、えー、そういう放送局は転発する可能性がある、うん、というような発言をされたんですか免許停止ですね免許を剥奪する、はい、番組を繰り返して公正さを欠いてる、はい、番組を放送している局があるとすれば、はい、免許停止しするんだそれは政府ができるんだ、はい、放送法に書いてあるこういう発言が 国会でありましたねこの発言の問題があるとしたら、うん、どこが問題なんでしょう一つのは、ね、今ここのところ繰り返しあの安倍内閣が新聞社とか放送局に注文つけてるんですけどねあの街頭インタビュー市民の街頭インタビュー 偏った放送してるとかそのシーンは私見ましたね、うん、キャスターやコメンテーターが偏ってるとかね、はいえー、政府を勝手に批判根拠なく批判してるとか、えー、マスコミを懲らしめるためにはスポンサーに働きかけようとかで結果的には今3人の国屋さんでなくて。 えー、古さんと、はい、それからクロ,クローズアップ現代のクニ,クニアさんと、はいえー、それから TBS の岸井さんがニュース3人退陣しますね外国の新聞ではそういう免許停止の発言があり政府に批判的な三人のキャスターが一斉に、えー、交代になるなんか日本はどうなってるんだっていう,う言われてますけどね。 ええー、まあそういうふうにするという根拠としてねあの総務大臣はあ放送法の四条に政治的に公平であり真実を曲げないこととあるじゃないかとまあそれは放送局の心構えとしてねそういうふうなことは当たり前なんですが放送法第三条ではあの法律,法律に定める以外は 例えば犯罪なんかに関係ある以外は何人も放送に干渉してはいけない放送は規律されることがないというのは3条にありますしね第1条には「不平不等真実自由自立を保障しなきゃいけない」政府はですよ。保障しななきゃいけないと書いてありますからね。だから高井さんのの発言は放送表現の自由 に対する政府の干渉だとといううのは非常に明白だと思うんですねこういうことを許しておいていいのかというふうに私は思いますけどねあの放送法にあるじゃないかという、うん、そもそも放送法って放送する人自身が。うん 自分たちのためにその指針というかそういうものを決めたというものと聞いておりますがで政府は逆放送の自由を守るという、はい、守ってくださいねあと,いとある意味憲法と同じですよね、うんうん、そうですねだからそれを行使する側が逆転しているとも言えるということですか、うんうん、そうですねあそうですか<ー>はい。さああの中立っていう考え方 はははジャーナリリズムとしては、ね、なんか中立いいうのはチューブラリンはないんですよね、はい、やっぱりいろいろ調べて調査して客観的に見て真実を伝えていくうそういうことでこ公正な番組作りをする報道をするということが求められてるわけですからね。そうするとこの公平性公正性中立性というのは。うん まあ似ているようで、あのー、ちょっとこう順番も違うし、うん、あの今おっしゃった中立はやや中ブラリンと真実をぐっと調べて公正なその取材記事を書くものを言うといるここに真実があるんだ例えば安保法制と憲法の関係でどこに真実があるのかっていうのは法則としてきちっと調べてねあの市民の一般市民の疑問に答える それはやっぱり憲法には違反するんじゃないかというのは法律学者の見解でもありますからそれはきちっと伝えるっていうことが必要なんだねそうでない意見もあるじゃないかっていうのをそれもやれ両方バランスを取れみたいなことはねちょっと違うんですねああ。そうですかあのこの えー、高市さんが公平でないと「帝波しますよ」うんうん、そういう可能性もありますよというその公平というのも、うんあのー、その高市さんが言ってる公平はまた本当の公平とちょっと違うなって公正公正,、えー、公,に正しい公正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 正公正公正 理由そういうなんていうの公正な態度とか公正な考え方ってあるじゃないですか。はい。やっぱりジャーナリズムが追求するのはそれであってね。そうですね。はい。あのまあ今どうしてもそのこう政府が進めようとしていることにやや反対のあの意見を。えー 言ったりするとそれは公平な意見じゃないっていうふうなまあそういう,こう風潮があってあの実際その博の報堂とかそれから電通にその各メディアの,その報道ぶりを調査 させているという、そうしておられるというと。政府が。<る>政府の方針に対してね、なんか誰がどういうふうに言ったかっていうのを調査して集めて。それは検閲に当たるんですね、そういうことは。政府がやるって。昔からあるんですか。いや、そうでもないですね、はい、そういう。 それ大変ですよねあのヨーロッパなんかだとそういうことは検閲ですからね、はい、でいちいち名光らしてそれでいいとか悪いとか免許取り上げるっていうのは、はい、あとても許されない行為だっていうふうなのが国際的には一般常識ですね。一般常識はい、まあ ね何かに賛成する人があるし、いやいやもう中立だねっていう人もあるし、反対っていう人もあるし、うん、どんな意見もやっぱり同様にあの自由可察にこう議論するのがなんか一番いいかなっていうふうに、うんうん、そういうなんかこのもあるあれもあるこれもあるって自由に選びなさいっていうのをバラバラに説明するじゃなしいんでその中でどこに真実があるのか。 どこに問題の本質があるのかっていうことを伝えるというのがジャーナリズムなんですね。あなるほどはいさあ、えー、そういう中で、まあ、この著書にも書かれておりましたが、うんはい、もう1分半になりました、はい、NHK で放送された「マイケル・サンデル白熱」はいはい、これ半年くらい前でしたっけ公共放送の未来を考えるという、はいはい、これ私も、うん、あの見ておりましたが、うん、あの やっぱりサンデルさんは有名ですがあの、うん、さすすすがっていうう感じですかそうでかそねあの民主主義社会の市民に奉仕するというふうなことをがジャーナリズムマスコミメディアの責務だということをはっきり言いましたからね。はい、あの国民のほとんどが賛成とする、うん、こう戦争が起こっているとして、うん、あの 君たちはあなたたちは、まあ、BBC の人に言われたかどうか記憶が定かじゃないですが、うんうん、それでもあ,のあなたは我が軍と言いますかというね、うん、ご質問が、うん、これはなかなかそうですねイギリスの公共放送は我が軍と言いませんからね、はい、イギリス軍というふうに客観的な立場でイギリスの自分の国の軍隊を,、はいはい、を取材するっていうのが。 徹底してますから。はい、それはこれは非常にこの、うんえー、公平性とか公正性っていうのに結びつく大切な要素ですね。うん、そうですね。はい、わかりました。さあこの番組は武田病院やげんぼりグループストロベリーセブン近藤電業社のご協力でお届けしました。ありがとうございました。